紫祭6月7日から1945年7月4日は日本の教育者、社会運動家、香川県小戸島町出身、徳島文理大学などを経営する学校法人、紫学園の創立者で学祖と呼ばれている。香川県小戸島の醤油屋の娘に生まれる。父は町長を務めており、小戸島で初めての小学校を創立した人物である。 愛媛県で初めての女性教員となった後、徳島県で教職に就いた。1895年に女も独り立ちができねばならぬの精神により私立、西方専修学校を創立。1924年には徳島女子職業学校を併設。当時はあまり女性が社会に出ることの少なかった時代だったため、際は女性の社会進出と自立を目標としていた。 1945年7月4日、徳島市を襲った徳島大空襲により学園は消失、妻自身もこの時に死亡した。また夫との間に子供ができなかったので自分の生徒を養女にした。妻の死後、孫である紫凡人が学園を再建するとともに、その近代化に努め、幼稚園から大学院までを一貫した教育を行う総合学園にした。 また1985年には紫凡人によって女も独り立ちができねばならぬ紫祭という本も春秋社から出版されている。1989年には徳島文理大学香川キャンパスに紫祭メモリアルホールが設立され、2000年には徳島キャンパスに紫ホールが建てられている。また大学には紫祭奨学金という文理大学独自の 奨学金制度が設けられている。大学は行く新しい学園像を求めて、17、日本私立大学協会、2017年1月19日閲覧。ありがとうございます。